だから、珍味弾っていうのはとんでもねえ、ドロドロだったんだよ。そうでしょ？珍味弾自体が、ゴミ、あ、でも俺もここで全部言っちゃおうか。ねえ、こんなこと言うとさ、ええー、陽一が実質で、あんなもんクズだから、いい。もう、陽じゃねえから。あのさ、過去の珍味なんで誰が名前が出てた？誰？あ、珍味団って言ったらこいつ、みたいな。いや、博士は違うでしょ。それ D プラスでしょ。違うでしょ。ああ、あんまり知らないんだね、みんなね。え、ジャスさんはね、うん、純粋だからいいんだけど、マシューもゴムも、どっちも消えたじゃん。あと誰？全裸は違うでしょ。ママ。そう。足毛にも消えたね。ママが出たんだったら違うのが出ない。島爺さんの話は出ないのかな。ああ、島爺出たね。ですね、島爺はね、借金抱えてマゼさんに助けてくれって、金借りようとした男だよ。で、その島爺がママとくっついて、ママも生活保護で食っていけないっつって、マゼさんにお金を借りようとしたんだよ。ゴミだぜ。こいつら二人。もう消えたろ？なあ。こいつら二人、ゴミ。マジで。それをね、ジャスさんが、いろいろ裏から手回して、ダメだよ、そんなこと言ったらとかやってたの。うん。ママってどんだけ金持ち、金なんかねえよ。ママ、苦しくて食べていけないのっつって、マゼさんにお願いしたんだよ。金は払ってないけどね、マゼさんは。金持ってるふりしてな。違うよ、泣きついたの、正蔵さんに。あ、正蔵さんに泣きついてもいたけど、マゼさんにも泣きついて。あ、そうなんや。ああ。ね、自分が全部やったように、あ、あれはだから、家がの時な、うん。あれは違う、その後も。うん。あの、東京人気のホテルね、ポルシェの人はもう来なくなったね。飽きたんでしょ。うん、ポルシェ乗ってるって言ったけど、自分の車を売ればよかったのにネットで拾った画像をやっちゃったからね、あちちになっても消えちゃったね。なんでみんなお金持ってるふりするのかね。うん。マジで。なんでかね、もう別にそんな、金持ってるからって俺仲良くするわけでもないんだけどね。肉屋のマツコさん懐かしい。マツコさん元気してるかな。肉屋の人どうした？知らねえ。あの人も足悪い、あの怪我して。知らない。俺は一切連絡取ってねえから。岡のボルはたまに来るけど、もう別に珍味でもないから。珍味自体がないから。うん。うながお金持ってないだけですよ。そうだね。俺は金持ってないからね、別に。うん。あ、カルティエさんも就職したやろうね。あの時は学生やったから、うん。もう、就職して。紅生姜とヒロニャンの違いは？いや、わかんないけど、ヒロニャン別になんか俺のこと、名前を利用して商売しようなんていうのは思ってないでしょ。まあ、あとはヒロニャン次第じゃない。俺は別に、仲良くしてくれるなら仲良くするけど、嫌だったら別にこっちから
よろしくっていう話はないからね。うん。いや、本当だよ。